誰にぶつかってるか分かってんのか。オラエランカーランの部下のタリオン。オウか。うん、まずは俺一人で行こう。死ぬ前にアルスラン王子の居場所を吐いてもらおうか。うん、私一人なら組みしやすいとでも思ったか。ダリュン、死ぬ前にアンドラゴラス王の居場所を吐いてもらおうか。知らん、本当に知らんのだ。単なる噂でも構わん。お前自身のために思い出せ。どこかに幽閉されているらしい。もともとカーラーン様はごくごく側近にしかそれを教えていなかった。ルシタニアの将軍たちですらそのことを知らないのだ。タハミーネ王妃、ルシタニアをイノケンティス七世と結婚すると、ルシタニア兵が噂しているのを聞いた。王妃の結婚となればアンドラゴラス王の身が思いやられる。いずこの国であれ重婚が認められるわけもない。たとえ今生きておいででも結婚の障害になるとして害されるかもしれん。あるいはルシタニア国王がアンドラゴラス王の生命を聞かれ王妃に結婚を迫っているかもしれん。もう少し情報が欲しいところだ。また別れて釣りをするか。ああ。何事か探っている者がいると聞いてな。知れ者、名を聞いておこうか。ダリューン。こいつは傑作だ。あのバフリーズの王位か。教えてやろう。貴様の叔父バフリーズを殺したのはこの俺だ。アンドラゴラスの飼い犬めがそれにふさわしい報いを受けたわ。貴様も死に様を叔父に習うか。貴様もすぐに王子の元へ送ってやろう。この男は強い。戦い方を考えねばならんな。己、孤爵な奴め。いよいよ本気ということか。奴を吹っ飛ばし何かにぶつけてやれば、あるいは守りを崩せるかもしれぬ。エラーンの老い、その腕は伊達ではないようだ。物陰に隠れればかわせるが、なんという攻撃だ。奴の動きには隙がある。特定の攻撃を出したところを狙おう。おいおい、名前も聞いてくれないのか。こちらから名乗るのは気恥ずかしいではないか。誰だ、どうけ者。では改めて。
我が名はナルサス。次のパルス王の世に宮廷画家を務める身だ。宮廷画家だと。芸術に無縁なお主は知るまいが、画聖マリの再来と人は呼ぶ。誰が呼ぶか。飼い犬とヘボ画家か、似合いだな。さま、二人まとめて打ち果たしてやる。何事だ。ここは一旦引いた方が良さそうだ。ああ、そうだな。いずれまた会えるだろうよ。やつめ恐ろしく腕が立つ。お主が来なければ危ないところだった。そんなことはどうでもいい。あいつ俺をヘボガカ呼ばわりしたんだぞ。気に食わん。あの男、お十恵のことをよく知っているような口ぶりだった。窮地の中か。俺もそれを考えていたのだが、どうも思い出せぬ。どこかで会っているのか。あの仮面は火傷を隠すためだけか。いいよ、おそらく他人に素顔を知られぬためか。わからん。だがいずれ決着をつけねばなるまい。アンドラグラスよ、聞いた通りだ。貴様の跡取り息子はカーラーンを殺し、まだ生きている。俺が誰だかわかるか。教えてやろう。聞き覚えのない名ではないはずだ。俺の名はヒルメス、父はオスロエスだ。ヒルメス。そうだ、ヒルメスだ。戦王オスロエスの嫡子で貴様の甥だ。そしてパルスの誠の国王だ。貴様に焼かれた顔だ。よく見ろ、顔を背けずに。16年前に貴様が犯した大罪の証をよく見てみろ。俺こそがパルスの正統の王だ。ハハ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 ハ